待ってください。見つけました。市街地に大型の車道反…本当に来た。ふんふん、満月の剣。場所は岩戸台の、白川通り沿いのビルです。白川通りか。ここ数日、影人間がよく二人一組で見つかるって聞いてたけど。なるほどね。二人一組か。あ、そういうこと。白川通りってどんなところでしたっけ？私、あの辺あまり行かないもので。聞いたことはあるけど。ああ、そっか、ホテルんとこか。だから二人一組なわけね。風花も知ってんだろ。ホテル街だよ、ホテル街。おいおい、何を妄想してるんだ。内装が凝ってるだけの単なるホテル。行ってみれば、そう、アミューズメントホテル。あれ、そうなんすか。なんか今回は嫌な予感する。行くのやめようかな。またゆかりっち、意外なとこ子供なんだから。ちょ、子供はどっちよ。オッケー、行こうじゃん。私、今日の作戦は前線で戦うの予約します。さあ、現場の指揮は誰がやる。そうだな、これまで通り彼に任せ。それとバックアップは今回から作戦時も山岸に頼む。はい、頑張ります。よし、なら前線に出るメンバーを決めてくれ。人選は、
気砲タイプです。気をつけて。
こえてる。え、何かあったんだ。いいの。ほら、さっ、行ったら絶好だからね。待っていた。今だ。
き動揺してます。ゆかりちゃん、敵を撃破。いいぞ、タクマ。ヒルがいい。梅雨払いといったところか。精神攻撃の元凶です。私だって。ヒルがいい。攻撃が得意みたいです。お互いをフォローして。キリジョー先輩が魅了されてます。ディスチャームを。出番だ。
ギーを。待っていた。随分弱ってきたみたい。仕掛ける。今だ。危なくなったらいつでも止めてくださいね。上出来だ。トリッキーな敵だったが助かった。ありがとうございます。それと君もな。よく惑わされず立て直した。よし、なら解散だな。そうだ、ゆかりちゃん、この前頼まれたことだけど、うまくいった？わかった、後で聞かせ。よし、私たちも戻りましょう。ほら順平、何してんの？行くわよ。お前またなんか活躍したみてえだな。本当か？ま、今更いっけど。ちょっと何突っかかってんの？もしかして悔しいわけ？うっせえな！なんなの？想像よりも早い解決で、大した見せ物です。彼らはここしばらく毎月こういった活躍をしていますね。最近では頭数も増えているようですし、あの塔にも頻繁に出入りしているようですし。どうでしょうジン、彼らは敵でしょうか？もうすぐ奴に会う頃合いやし、聞いてみたらええんとちゃいますか？なるほど、それはいい。彼は今や私たちと同じ運命を背負う者。すぐにも会って話してみましょう。私たちにはあまり時間がないですからね。
Oh.
Thank you.
君か。
見てよ。いるがいい。しぶといな。まだ敵は3体です。気をつけて。鎌田先輩、敵を撃破。あと2体だ。純平君、敵を撃破。漏らすだぜ。撃ち漏らしたか。終了。
撃ち漏らしたか。定番だ。まだ生きているか。ちょっと降りるか。皆さん頑張ってください。鳥は奴だな。よし、プラン通りだ。敵を撃破。
かるな。敵はあと2体です。あと2体だ。倒せなかったか。手がかかるな。サバカ先輩、敵を撃破。俺はやつだけだ。大丈夫ですか。どうにかな。
敵艦隊、慎重に。出番だ。仕留め損なったか。純平君行動不能です。真田先輩行動不能です。Roll over.
段通りだ。レベルアップしたぞ。私はここから応援してます。頑張って。
最後だ。気を抜くな。討伐終了。シャドウ反応消失しました。残りは奴だけだ。
どうにかなったか。
So
以上が7日に行った作戦のあらましです。やはり個体によっては一筋縄ではいい。なるほど。だけど悪い話ばかりじゃない。実は待ってください。この際なんで霧城先輩に聞きたいことがあります。私だけじゃないと思いますけど、ここに来てからびっくりの私、少し流されてきた気がするし、だからこの際はっきりさせたいんです。ズバリ聞きますけど、先輩、私たちにまだ何か大事なこと言ってないんじゃないですか。例えば影時間やタルタロスのこと分かんないみたいに言ってましたけど、あれって10年前の事故と関係あるんじゃないですか。10年前、学園の周りで爆発があってたくさん人が死んだ。当時すごいニュースになったはずですし、先輩は知ってますよね。ああ、幸い生徒は無事だったみたいですけど、でもなぜかちょうど同じ頃一度に何十人も不登。これ偶然なんでしょうか。どういう意味だ。私実は学園に残ってる昔の書類とか調べたんです。そしたら不登校なんてのは記録だけ。本当はみんな急に倒れて入院したって。似てると思いません。風花をいじめてた子が入院した時と。ちゃんと説明してください。10年前の事故、あの日本当は何があったんですか。学園は霧城グループが建てたんだから、霧城先輩は知ってるはずでしょ。私本当のことが知りたいんです。隠してるわけじゃない。必要のないことは告げてないというだけだ。しかし仕方ないさ、君のせいじゃない。わかった、全て話そう。シャドウにはいくつも不思議な能力がある。研究によればそれは時間や空間にさえ干渉するものらしい。私たちは敵と思っているからあまり意識しないが、もしそれを利用できるとしたらどうだ。何か大きな力になるかもしれないと思わないか。え？今から14年前、そう考えて実践に移した人物がいたんだ。霧城グループの先代、霧城光悦。私の祖父だ。祖父はシャドウの力に痛く見せられ、それを利用して何か途方もないものを作ろうとしていたようだ。途方もないもの。実現のため祖父は特別に研究者を集い、数年がかりで大量のシャドウを集めさせた。シャドウを集めた？正気かよ。しかし10年前、実験の最終段階で暴走事故が発生、制御を失ったシャドウの力によって後には忌まわしい痕跡が残ることになってしまった。それってまさか。そう、影時間とタルタロスだ。記録では集められていたシャドウは分かれて飛び散り消失したとある。満月の旅にやってくるのはこの時のシャドウだ。
ず。それでいつも予想できない場所に。ちょっといいですか？今の話が本当なら、なんで学校がタルタロスに？まさか、実験をやった場所って。そうだ。じゃあ、うちの生徒が何十人も入院したっていうあれも。すべて君の考えている通りだ。参加にあって人も集まり、最も好きなようにできる場所。おそらくポートアイランドは最適だったんだ。実験の場所は紛れもなく10年前の月光館学園だ。それじゃあこの部の活動って、無関係の私たちを使ってその時の後始末騙したんですか？真田先輩だって知ってたんでしょ？これじゃ私たち都合よく利用されてる。それとも先輩は戦う理由なんてどうでもいいってことなんですか？そんな風に言った覚えはない。理由ならあるさ。どう取ってくれてもいい。黙っていたのは確かに私の意思だ。すまなかった。隠す気などなかった。だが筋道よりも君らを確実に引き入れることの方が私には大切に思えた。理不尽だろうと、戦えるのはペルソナ使いだけ。世界で私たちだけだからだ。今さら。それに私には力を得るかどうか選ぶ余地などなかった。私はミズル、もういい。竹馬君、罪は過去の大人たちにある。そして彼らはみんな自らの行いによって命を落とした。今はもう当事者はいないんだ。いわれのない後始末なのはみんな同じなのさ。でも事故から10年、シャドウたちがどうして今になって目覚めたかは本当にわからない。でも目覚めたってことは見つけて倒せるってことでもある。これどういうことかわかるかい？あの12体こそ全ての始まりなんだと言ったらわかるかな。奴らを全部倒せば掛け時間のタルタロスも消える。その通り。さっきは話の腰を折られちゃったけど、どうだ、朗報だろ。本当なんですか？確証となる記録もある。ここからが本当の戦いの始まりだね。事情がどうあれ、人を守るためなのは変わらない。シャドウたちはだんだん力をつけて、待ってるだけじゃ勝てない。それにタルタロス自体にも謎は多いからね。なぜあんな巨大なものが現れたのか、僕らの知らない答えがきっとあるはずだ。
暇そうだな、相変わらず。ん、てめえか。何し、また連れ戻そうってんなら話すことはねえ。そんなんじゃない。腐れ縁の相手でもたまには心配になることもある。ああ、お前とも長いな。個人で顔を合わせてからもうすぐ10。よくニキとお前と3人でまだ更地だったこの辺を夜まで走り回ったな。影時間どころか時間なんてものに目が行くこと。変わらねえな。弱音なら仲間に吐き上がれ。なんだと。普段のてめえはバカみてえに前しか見てねえ。昔の話なんかしねえ。わかりやすすぎんだよ。思い出話くらいするさ、俺だったら。実はな、掛け時間やタルタロスを消す方法がついに本当なのか。今まで俺は強くなることさえできれば正直他は二の次だ。昨日目的もなく戦ってるのかと正面から言われて。戦う理由か。それぞれだ。理由がねえならいっそ手を引きゃいい。俺みてえにな。お前とは違うさ。というかお前に説教を食うとはな。いや、気が回ったもんだ。邪魔したな。ったくガキめ。ちょっといいか。先輩、あ、どうぞ。戦いのバックアップだけじゃなく、いろいろな調べ物も得意みたいだね。君にああいうスキルがあるなら折り入って頼みがある。10年前の事件、あれの真相を分かる限り調べてほしい。でもあの事件のことは一般には多分。調べてほしいのはキリジョーが保有しているサーバーだ。それって侵入よろしいんですか。私の ID とパスワードは預ける。君が罪に問われるようなことは決してない。詳しい事実が知りたいの。もちろん無理強いする気はない。わかりました。私にできることなら協力。そうか、すまない。君は不満はないのか。事情はどうあれ、私は隠し事をしたまま君たちを戦いに巻き込んだ。恨み事の一つも言いたいはずじゃないのか。それは違います。私の家って親族がみんな医者ばかりで、うちだけが医者をしてなくて、両親が私のことにすごく熱心なのは、だから家にいるのは正直辛くて。でもここには私にしかできないことがあって、それを必要としてくれる人がいる。恨み事なんて。君はここに必要な人間だ。代わりは誰にも務まらない。
タルタロスも影時間も消える。消えてなんだ。くそ、なんでこんなモヤモヤすんだ。あっつ、まだ7月なのに。つーか、うちらもう3年じゃん。こうやって制服で寄り道とかすんの、何気にもう人生ラストっぽ。いいよ別に、早く大学とか行って遊びたいじゃん。まあ受かればね。そっか、なんか分かっちった。戦うの使命とか思って夢中になってたけど、考えてみりゃ俺そればっかじゃん。それなくなったら俺、それなくなったら俺、正義のためとか、しかも戦うのだってあいつに水あけられたまんまじゃんか。あーくそ、全部半端じゃんよ俺。信じてたってそんなの無駄なのかな。先に届いたこの手紙読み返すのもうなんだ。10年後の家族へ。明日ムーンライトブリッジの開通式の会場からこの手紙を出すつもりです。手紙はタイムカプセルに入れられて届くのが10年後です。10年経ったらゆかりは16歳か。こんなにちっちゃい君がもう高校生なんだね。僕は仕事でいつも君を寂しがらせてるけど、君はいつも笑顔をくれる。今お父さんは仕事にすぐに大きな仕事も待ってる。ここまで認めてもらえたのは素直に嬉しいことだ。でも誓って言おう、君は母さんの未来より大事なものなんて僕に。ゆかり、毎日は楽しいかい。今隣にいる小さな君のように明日を待ち遠し、これから10年たとえどんなことがあっても君は。それじゃあ隣にいる母さんとこの心配書の2000年3月6日竹林。どんなことが、信じるしかないよね。私は逃げない、母さんみたいにはならない。僕ら初めて会ってからどのくらいかな。時ペルソナ使いとしての日常はどう？何が欠けてるんだろう。早く見つかるといいね。
やってくる終わりについてまた少し思い出したんだ。終わりが来ちゃう原因は多分ずっと前の出来事にある。そう、確か10年前だ。ねえ、君が両親を亡くしたのも確か10年。ペルソナはね、使う人のか、だからペルソナ使いは自分自身の本当から逃げられない。でも僕はそれでも君と共にあるよ。友達だからね。Thank you.
うん。もうすぐ夏休みですね。皆さん何しようとか考えてますか？そらまあ夏といえば海っしょ。ビーチに水着にひと夏の思い出。はあ、気晴らしにどっか海とか行きて。なんかこう南の方のめちゃくちゃ透き通ってるっぽいとこ。つか明日から期末だよ。はあ、マジたり。まあまあ。けど綺麗な海っていうと沖縄とか一度行ってみたいな。沖縄じゃないけど屋久島って選択肢ならありかもね。理事長、いらしてたんですか？いや、前を通りかかったんで、来週の予定をちょっと知らせにね。キリジョー君、お父上は今年の休暇を屋久島で取られるつもりらしい。え、お父さん？試験が明ければ君らは休みだろ？どうだい、ここらで気分転換でも。マジ？それ旅行ってことっすよね？あー！水着って。どうだい、クリジョー君。しかし、お父様もお忙しい方ですし、せっかくのご休暇をかき回すわけにも。珍しく、ご息女が顔を見せに来るというのに、お父上は迷惑がると。君らは本当によくやってる。たまには息抜きも必要だよ。次の作戦日も分かっているわけだし、私はいいと思うけどね。分かった。気分転換は必須事項のようだ。行こうじゃないか。うっしゃー！海か。特別メニューが組めそうだな。やっべ、楽しみ。私、水着とか買わないと。あんだよ、俺の貸してやるって。バカだ。イカツキさんも泳ぐんですか？私は泳ぐのはちょっとね。あ、先輩。あ、この前はすいませんでした。その、言い過ぎたかもって。構わないさ。屋久島に行くことになったのもある意味必然かもしれない。あの事故の当事者はもう全ていないと理事長は私をかばってはくれたがな。実は一人だけ生き証人がいるんだ。私の父さ。そうだったんだ。
暗黒のテストデイズ、茶葉の太陽が目に染みるぜ。あれどうだったの？聞いて驚け、答えはバッチリだ。あ、なんか何も分かった。ふん、男は済んだことをくよくよ振り返らない。俺の心はもう遥か遠く、やく。すぐだっけ？なんか準備。そっか、そうよね。せっかく行く。ごめん、私なんか暗いよね。どっか気晴らしに寄り道して帰ろっかな。今日は部活ないし。お、いいっすね。どこ寄ってく？水着とか買うんなら俺がアドバイスしてやろっか。いらないっつうの。てかちょっと待ってて、部室から荷物取ってくるから。あ、ついでに風花にも声かけよ。ここんとこ俺切れたりとかして浮いて、その大人げなかったよ。また戻っ
じゃ、行こう。しゃあ！この開放感、何すっかな。純平くん、切り替え上手だよね。まあな。あれ、そういや真田さん一緒なのね。いくつきさんに呼ばれてる。なんで新たな戦力について話があるらと。戦力ってまた新人。そうな。補習付き合ってくんな。知ってる顔なくてさ。あ、つうか今日あれか、実家帰るとこ。じゃあいいや。待って。いいよ大丈夫、一緒に行こう。すみません、先に戻っててください。だよな、びっくり。仲良きことは美しきかな。いやー結構青春って素晴らしいよね。なんかキラキラしてる。理事長、人を迎えに来て近くを通りかかったもんで。ちょうどいい、紹介しとこう。意外だったんだ。彼は事情があって休み中も帰らないんだよ。あ、少し聞いてます。確かご両親、もともと母さんと二人だけだったんですけど、その母さんも事故に遭ってしまって、一昨年のことです。まあそういうことなんだ。今は登園からの学費の保証だけで通ってる。でもだからって一人ぼっちで初等科寮にいたんじゃ寂しいだろう。そこで彼を夏の間だけ君らの寮へ転居させることにしたんだ。転居っていいんですか。招くからには彼にも見込みがあるということだ。それじゃあ俺が聞いてた新たな戦力という、うん、でもご覧の通り彼は初等科だし、あくまで可能性の話だけど。真田昭彦先輩ですよね。噂、初等部にも届いてます。ボクシング負けなしだって。あ、よろしくな。
をつけてください。戦闘力が普通じゃないです。といったところか。
だ。一掃する。運の旅にしてやる。見事な戦いでした。待っていた。今だ。これは楽勝でしたね。
慎重に。2体だ。ミリ長先輩、敵を撃破。最後だ、気を抜くな。仕留めそう。よいしょ。よし、さすが俺。
決め損なったから。覚悟。やっと。純平くん、敵を撃破。残りはやつだけだ。ま、こんなもんよ。通りだ。先制できます。敵3体です。
こんなもんよ。マ
だ生きているか。どじったぜ。見るがいい。素敵、体勢を立て直しました。俺はやつだな。よし。
最後だ、気を抜くな。皆さん頑張ってください。シャドウも強く。あと2体だ。最後だ、気を抜くな。どうにか。
つだな。馬だ、やっちまおうぜ。ほら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 。ま、こんなもんよ。
Thank you.
Oh.